では特集です。昨日に続いて今日も失語症についてお伝えします。まずはおさらいから。こちらです。失語症というのは、脳卒中や事故による脳損傷の後遺症によって言語によるコミュニケーションが難しくなってしまうという、言語障害の一つです。外見から分かりづらく社会的な認知度が低いというのが現状でして、全国ではおよそ50万人もの方がこの失語症で悩んでいます。今日は失語症の人々と一般社会の架け橋となる失語症会話パートナーに焦点を当てて、その役割と課題をレポートします。失語症の人々の社会参加を助ける目的で月に2回開かれている新宿失語症友の会の集いです。失語症同士、そして失語症会話パートナーが入ってのコミュニケーションの場です。お互いの出身地の話をしているんですけれども、失語症の方はどこと言われてもすぐにご自分で名前が言えませんので、こういう地図帳をちょっと見せてください。でこういう具体的にこう出身したとこ の場所が分かるように地図を使ったり、お互いにお話をしている内容をこう書いて相手の方に確かめてもらったりして、確認しながらお話を進めていかれています。その会話パートナーとの会話というのはトレーニングという認識ではない。トレーニングではなくて、上手に引き出すことによっていろんなことがこう出てくるわけですね。で自分がこういうこともこう話せた、こういうことも伝えたっていうことを実感すると、余計にまた何かこう伝えたくなるという、そういう相乗効果といいますかね。脳の疾患、損傷の後遺症である失語症の完治は極めて難しいのが現実です。失語症のリハビリは入院中は国家資格である言語聴覚士が担当しますが、退院後は多くの人が会話が不自由なまま社会生活に戻らなくてはなりません。そこで失語症会話パートナーという役割が生まれました。10年ほど前にカナダの研究者が発表し世界に広がりました。日本では言語聴覚士らによる NPO が講座を設けて養成しています。資格や免許ではありませんが、4、5回の座学と実習で数ヶ月かかります。自治体でも養成に乗り出すところが出始め、都内では世田谷区、武蔵野市などで行われています。この会話パートナーをですね、作ろうと思ったきっかけは何でしょう。失語症の方にとってのそのスロープに当たるものは何かと考えたときに、その方のコミュニケーションの支援をする人が必要だ。都内で活動する会話パートナーはおよそ300人と見られています。全く足りてないと思います。それはもう本当に失語症の方がいればその人についてもう一人のサポートをする人が欲しいぐらいに、会話パートナーをたくさん作りたいし、失語症のリハビリに取り組む園田明さんの奥さんも会話パートナーです。引きこもりになっている方が多いんですよね。だから他人と話す機会、他人とも話せるんだっていうこの勇気というか力を与えて差し上げられたらいいなと思いますね。いずれ仕事ができるようになっていただきたいなという気持ちです。コミュニケーション障害の専門家に会話パートナーの役割について聞きました。今いろんな障害の人たちが主張しているのはエンパワーメントっていう言葉で言われてますけど、障害があるために引っ込んでいて、で自分には力がないと思っていたけれども、実際にいろんなものに参加できるようになってみると自信がついてきて、より活発な動きができるようになる。会話パートナーっていうのは会話のお相手をするっていうのがメインなんだけれども、通訳っていうような機能も持ったらいいなっていうのもあるんですね。でそういうふうになるともうちょっと制度の中で位置づけられて、もう少し積極的に要請されたりとかすると思うんですけれど。国立市に住む大月さん、
医師の資格を持ち、外資製薬企業の研究開発部門に勤めていますが、2年半前に会議中に倒れ、失語症が残ってしまいました。最初はリンゴという単語も出ませんでしたが、懸命な努力で会社に今年1月復帰できました。4月からは週3日出勤しています。会話パートナーとの交流が大きな力になったといいます。黒川さんがこう先ほどのように分かるとおっしゃってくれてると、非常に気が楽になりますが、現在は会話パートナーとフリートークという形で進めています。僕実は今度アメリカの血液外科に行くんです。で果たしてここでどれで自分が英語が通用するのかわからないんですが、とにかくやってみることはやろうと思ってるんですね。こんな勇気を、ね、皆さんに持ってもらうように応援したいですね。はい、お弁当持った？持った。スイカ持った？うん、スイカ持った、うん。じゃあね、はい、じゃあ今日一日頑張ってきます。大月さんの頑張りは失語症の人々に、そしてそれを支える家族や会話パートナーにも大きな励みとなりそうです。いってらっしゃい。はい、行きます。全体を1枚のフリップに簡単にまとめました。こちらをご覧ください。言語聴覚士というのは国家資格でして、会話パートナーを育成しています。会話パートナーはボランティアですね。その会話パートナーがこの失語症の方と、会話を仲立ちとして、社会復帰をそこから目指していくという形でして、直接この、言語聴覚士がリハビリを行うこともあるわけです。昨日今日2日間にわたってお伝えしてきたんですけども、いかがですか。いや、会話パートナーの方の意義はとても大きいですよね。後押ししてあげるだけで本当に社会への一歩を踏み出せるというか、で通訳も、ね、できると心強いなと思うんですが、やっぱり何にせよ人数が足りないんだなというのを実感しました。そうなんですね。うん、津田さんいかがですか。私は、ね、自分自身の中で病気と戦ってね、なかなか他人に分かってもらえなくて苦しんでる人がいる。でそれを支える専門家とボランティアがいる。やっぱりね、これ人と人の絆の大切さみたいなね、こういう社会がいろんなところで広がってほしいなと思いましたね。今後高齢化社会が進んでですね、脳卒中なんかによる後遺症で言語障害になる方がもうすでに増加傾向にありまして、勢いこの専門家、言語聴覚士や会話パートナーというのは需要が大きくなってくるわけなんですが、何しろそれは育成養成にお金と時間がかかるわけです。国や自治体のバックアップは欠かせません。